ありがとうございました。カネコでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。包まれた謎の魚っていうことでね。それではこちらをさばいていく。早さのして、本日の食材がこちら。幻の魚。糸っていうことでね、すんごい魚買っちゃいました。こちらがですね、日本三大怪魚の一つ、イトウというお魚ですね。日本三大怪魚はイトウ、そして赤目で、琵琶湖オオナマズ、この3種類だった気がします。琵琶湖オオナマズは昔に食べたことありますけど、イトウというお魚は初めて食べます。こちらふるさと納税の方でなんかね、出品がありましたので買ってみました。3万円です。2本買ってみました。でこちらがですね、青森県の鰺ヶ沢町というところのふるさと納税のページで購入させていただきました。ふるさと納税で伊藤ってすごい攻めてますね。でも僕初めて知ったんですけど、伊藤って魚辺に鬼って書くんですね。まあ、ちょっと一回開けてみましょうか。でちなみにこちらは養殖の伊藤なので、まあ、お刺身でもいけると思います。おお、すげえ、かっこよ。だから鮭とかニジマスとかとは全く違うな。ニュッとしてる。この顔好き。匂いが、なんか鮎っぽい匂いがする。全然臭くないな。明日僕別荘の方に行くんですよ。まあ別荘って言ってもまだプレハブ小屋みたいなのしかないんですけど、でその山の土地で僕鮎を狙いに行くんですよ。で多分鮎釣れないんですよ。漁協の人にも来てもらうんですけど、多分釣れません。鮎釣りめっちゃ難しいんで、なのでその鮎釣りの保険としてこちらの伊藤も持ってきましょう。まあ、鮎が釣れたら鮎も伊藤も食べれるしラッキーということで、鮎が釣れなくても伊藤を食べればいいじゃないという感じでいきたいと思います。調理法は、まあ、焼きでいきたいと思います。バーベキューなんでね、せっかくやったら丸焼きでいきたいですもんね。ちょっとお腹出してみましょうか。ではまず鱗取っていきます。鱗はほんとサーモンの付き方、アトランティックサーモンとよく似てる。鱗も大きいですね。伊藤は日本三大怪魚と言われるぐらいなので、めちゃくちゃ大きくなります。これで60-70ぐらいだと思うんですけど、もっともっと大きくなりますからね。なんか2メーターぐらいにもなるって聞いたことあるな。はい、こんな感じ、鱗取れました。そしたら腹を割いていきます。おお、やっぱ養殖物なんで油ありますね。こんな感じですね。すげえ綺麗です。これ卵かな？ちょこっと卵ありますね。で結構ヌルヌルで、さばきにくい魚ですね。エラもしっかり切ってくれてありますね。処理は抜群ですね。さあ、エラの付け根2箇所切れ込みが入りましたら、ここからビロビローっと内臓とエラを取っていきます。はい、こちらセミドレス状になりました。で、チワタもこうやって取っちゃいます。そしたらちょっと身も気になりますので、3枚にも下ろしてみましょうか。下から1本反転させて、ちょっと丸めて、サーモンとかと一緒ですね。ほんとなんかもう頭取っちゃうと小型のアトランみたい。身もむっちりしてますね。あ、赤い。ちゃんとサーモンっぽいな。はい、こんな感じ。おお、すげえ、サーモンですね。それしか感想出てこないわ。なんか大型のニジマスって感じ。もうニジマスにしては少し長いけど。腹骨すいて、そしたら切れ込み入れていきます。こういう感じで、反対側も、こんな感じ。よし、そしたら山の別荘に行きたいと思います。それじゃあ移動。はい、到着しました。雨予報だったのに、やっぱり山なんで天気は変わりやすいですね。晴天でございます。アユいるかな。さあどうだ。うわ、なんか川がめっちゃ減水してる。水が少ない。あー、いますね。うわー、めっちゃいるわ。ほら、ここいますね。これ完璧アユでしょう。しかもなんかちょっと大きくなってますね。うわー、うまそう。めっちゃ肥えてるし。この深場のこれは何だろう。これカワムツかな。うん、これは釣れそうですね、簡単に。なんで今日はほんと釣れたらラッキーぐらいの感じですよ。X で視聴者さんに教えてもらったんですけど、アユ、群れてるアユっていうのは共釣りで釣りにくいんですって。餌釣りで狙うらしいんですよ。こうシラスとかで釣るんですって。僕てっきりアユって苔しか食べないものかなと思ったら、そんなことないみたいですね。ただその川釣りって、その川その川にあのルールがありまして、この川はアユイングと友釣り、この2つが許可されている。1日券か年パスを買えばその2つの釣りだったらやっていいよってことなんですけど、そうだね、難しそう。
餌が使えないんで、だったら森で付きゃいいやと思ったんですけど、森付きもダメだったんですよ。タモもダメっていうことでね、結構ルールがガチガチで指くわえて見てるしかないのが現状です。なのでちょっと詳しい人に来てもらいますので、まあそれでもし釣れたらラッキー、まあ、釣れなかったら伊藤を食べましょう。どうですかね、いそうですかね。いっぱい見えるんで。いますよね。あれってこう群れてる場合ってこう釣れたりするんですかね。群れてるやつもその群れの中にこう入れてやって一緒に泳いでかけるっていう。はあ、群れ鮎を釣る。なるほど、群れ鮎の釣り方があって、うん、よし、じゃあもう今日プロの人来てくれたんで、まあ、最悪僕が釣れなくてももしかしたら1匹は釣れるかもしれないっていう。じゃあやっていきましょうか。で、友釣りはおとり鮎が必要なんですよ。おとり鮎を買ってきました。これが1匹いくらで買ってきたやつです。4匹で1600円。少ない。釣れなくてもおとり鮎焼けばいいみたいな話になってきちゃいました。これ以上養殖なんですか、おとり鮎は。養殖の鮎をおとりにして天然の鮎を釣ると。で、水が少ないとちょっとやりにくいらしいですね。まあ、本当釣れたらラッキーぐらいの感じでいきましょう。うわ、おるわ、大きいのが泳いどる。くそー、ほらほらいっぱいいる。あ、でもね、なんか前と違って1匹単体の鮎も増えましたわ。さあ、そしたら鮎竿がこちらですね。8メーターの竿、結構長いですね。アユザオって結構ピンキリですごい高いのはすごいですね。そうですね。ね、30万40万とか。びっくりしました。8メートルって相当長いでな、俺初めてです。扱いが難しいですね。ほれ、嘘でしょこの長さ。まあ、そっか、アユ警戒心強いからこのぐらい長くないとダメなんですかね。そしたらまず仕掛けをつけてからですね。で、こちらつけて、下降りていきたいと思います。おお、白鯉だ。久しく見てなかったけど、お前いたんか。やっとお目にかかりました。今日いいことあるよ。見てこれ、半妙。え、何、ちょっとやだな。これなんか綺麗な川のところにしかいないんですよね。これがアジメドジョウ。アジメドジョウも食用でいけるんですもんね。あ、そうです。美味しいドジョウなんですよね。美味しいからこうアジメドジョウっていうついたぐらい味はすごくいいんですよ。あ、もうがっつり入る感じなんですね。うわ、うまそう。綺麗だな。一番好きな魚は何ですか。もちろんアユ。アユ。ああ、食べるのもやっぱ釣るのも。やっぱ他の釣りとは全然違って。普通の海の泳がせとかって結局食べに来るじゃないですか。はい、うん、そうです。これはやっぱり攻撃しに来てこの針に引っかかるっていう。なるほど。頭脳戦なんですね。もしかして左手で力が入らない。おー、すげえ泳いでる。この鮎に縄張りを持ってる鮎が攻撃して、うん、わー、鮎が引いた時に今の針に引っかかる、うん、おー、すげえすげえすげえ。こういう風になるんだ。結構岩にもやっぱ引っかかっちゃうんですね。なんで針がやっぱ弱くなっていくと。でもこういう緩いところで釣れれば最高っすね。これ本当釣れるあれがないけど釣れたらすごいな。ほら、え、細江さん、細江さん今回しました。細江さん、え、ちょっと待って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 、すげえ綺麗な。嘘でしょ。ちょっと見せて。あ、行ってまった。細江さん釣りました。これです。これなら釣れるかなと思ってたんですけど、すごっ。一応下見なかった。これ天然です。天然です。ちょっと細かいですけど。細かいですけど。細江さん、やりました。養殖とやっぱ違いますね、色がね、うん、この皮の色になるんですか。だいたいこういう色ですか。皮によって全然違いますね。すげえ。どうやって、まるでレクチャー受けてねえな。だってあんな浅いところにいるの。だって水深20センチぐらいですよ。さすがですね。さすがですわ、プロですから。いや、すげえわ。細江さん、ホッソンって呼んでいいですか。いや、ホッソンはダメみたいですね。嬉しい。いや、なんか嬉しいですよ、俺。細江さん、最高1日何匹ぐらい釣ったことあるんですか。最高ですか。最高は30ぐらいあります。30。でもすごい人は、解禁日とか100とか釣る、はいはい、100?ちなみに僕今日1日5件買ってますので、あの、いつでも提示できますから、はい、マジのど初心者なんで、はい、本当に届くかもしれないですけど、これをとりあえず竿を置く、はい、行ってこいみたいな。行ってこいって泳がせる感じで OK です。じゃあ行ってこいで、ここ、これ引っかかられてね。ああ、針がちょっとこれまずいっすわ。ちょっと一回やってもらっていいですか。ちょっともう一回見せてもらっていいですか。行
ってらっしゃいと。なるほど、こう海苔を炙るみたいな感じ、こういう感じですね。でかくなんで細江さん、え、何、どういうこと、え、お、釣れた、緩めよんって糸持ち寄せて掴めれば糸掴んで抜き上げる、釣れた、わ、さっきよりでかいやつ釣れた、おお、めちゃテンション上がってますね、細江さんも、でかいでかい、うわ、すげえ、めっちゃでかいの釣れた、これ全然違うじゃん、さっきと、うわ、やば、超うまそう、細江さん、そう、このサイズがうりょうり泳いだんですよ、こんな浅いところにおるんですね、あゆ、おった入れちゃいますね、あ、これを取ります、これをいくんですか、次、あ、なるほど、じゃあちょっと次やらせてもらっていいですか、はい、あれは、はい、あゆがこう動いたのに合わせて絡まったりしないように、あいや、でもむずいぞこの釣りは、要はこの鼻にこれもう一匹の引っ張る力とかこの体重がかかって負担がかかって弱ってくるので、どんどんおとりを変えて新しい、あ、循環していくんですね、循環の釣りです、すげえ、うわ、もうちょっと早く知っときゃよかったこの釣り、あそこなんだ、まだいますかね、いるかもしれない、あ、なんかカメムシの匂いがする、細井さんがやってるかどうかわかんないですけど、めっちゃ簡単に見えちゃうのかな、良くないですよ、めっちゃ難しいもう分かりました、やり方、はい、あ、行ったよ、この雰囲気ですね、あ、これ完璧だと思う、もうちょっと向こう行ってほしいな、おめえさん、もうちょっと流れを、ここでもう2匹連れとるんで、ここで当たれなければもうちょっと下の方、今ちょっとアユが浮きすぎてるんで、もうちょっと沈めて自由に泳がせる感じ、このアユ1匹でもだいぶ重たいですね、こんだけ大きいと、張りながら緩めながらみたいな、アユに、まあ、鼻引っ張られて弱らないように、なんかドクドクしてますね、なんかすげえ動く、難しい、全く釣れる気がしない、どうやって釣ったの細江さん、むずいか、やっぱ水がないと厳しい、ね、やっぱこんだけ水がないと厳しいらしいですわ、ちょっと今お昼に近づいてきまして、水温がだいぶ高くなってきまして、ぬるいんですよこんな清流なのに、多分これ以上は厳しいんじゃないかという意見をいただきましたので、終わり、見事2匹釣っていただきましたので、よかった、ここの鮎の味は確かめれます、この前動画でね拾ったやつは、いや、あれもしかしたら天然だったかもしれませんね、友釣りで引っかかって逃げてしまったやつが弱って川底で死んだってやつ感じですね、おとり鮎は鼻につけるみたいなんで、2匹目に釣れた大きい方はだいぶ丸々と太ってたんで美味しいと思います、よし、じゃあ焼いていきましょうか、よっしゃー、じゃあ上がってきました、伊藤ちゃん焼いていきましょうか、こちらですよ、おお、じゃーん、ちなみにこれは朴葉の枝です、やたらめったらな、そこら辺に落ちてる枝を調理に使うと危険なんですよ、危ない植物かもしれませんしね、よっ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 しゃ、おし、おお、すげえ、めっちゃいい感じじゃない、すげえいいね、これブロックも駆使して、おー、いいじゃないですか、伊藤の原始焼きで、ここにお塩、さーっと塩かけます、ぶっかけます、結構これ焼くの時間かかりそうですね、でこれを締めると、よし、待ちましょうか、こっちが天然ですね、ちょっと黒っぽいで、これが養殖です、おとり合いで、一旦氷締めします、あー、なんか伊藤が焼けるいい匂いがしてきましたね、これ見て、これ美しすぎる、こう上から見るとこうちょっとオレンジっぽいんですね、これがここの川の鮎です、でこれをチュッと押すとこうやってフンが出ます、これは取っちゃいますね、よいしょ、はい、こんな感じ、養殖はまあフン出しはしなくていいと思いますんで、まあ、天然物だけやっていきます、じゃあ串打っていきます、いただきます、串はですね、まずこう入れてここまで入れたら反転させてズドン、でさらに反転させてズドン、で最後はキュッと尻尾上げてズドンと、まあ、こんな感じでいいんじゃないですかね、枝から入れて曲げてズドン、さらに折り曲げてこっちもズドン、尻尾上げて尻尾も貫通と、でお塩かけて尻尾ちょっと多めに化粧塩、うわ超うまそう、はい、こちらですよ、これ先ほどあそこで泳いでたやつですよ、網につけて焼くとくっついちゃうんですよね、こうちょっと工夫しながら盛り上がってきたね、でもさすがにこれだけだと寂しいので、いいのあるんですよ、あったらいいなをそのままに
じゃーん、はい、出ました、僕のバーベキューセットでございます。これをみんなで食べていきましょうよ。こっちが北の方の美味しい海鮮がたくさん入ってます。これ見てください、タラバとか入っちゃってますからね。こんな肉厚、俺の腕ぐらいのタラバ、個体差はあるんですけど、今日のめっちゃ当たり、ずっしり入ってる。これ細井さんに召し上がっていただこう。牡蠣も細井さん好きかな。ホタテも焼こう。ピンピンピンと、粒もでかい、当たりだ、当たり箱だ。これ僕今日抜き打ちで従業員さんの名前で、従業員さんの住所で絶対バレないように買った。でこちらも焼きましょう。これだってすごない、このボリューム。トロサバ2枚の大わさり4枚、しかも大きいですよこのわさりで、ホタテ2枚のアジの干物1枚、これ3980円。これね結構頑張ってもらった。大わさりが結構難しかったらしくて、そこ無理言ってやっていただきましたね。キャリオン有能ですわ。よし、じゃあこれで蓋閉めて焼いていきましょう。じゃあ焼いてる間にデン、ギーノのやつ、これが早く飲みたかった。もう今日は川に入らないんで、運転もないんで、いただきます。あー、うめえ、最高の幸せですね。すっきりする。でもね、川辺で飲むビールってこうもうまいかね。あとは焼けるの待つだけ。お、いい感じに煙が出てる。さあどうでしょう、オープン。うわめっちゃいい、うわやべ、こんがり焼けました、いい焼き具合。タラバもいい感じ。よし、焼けました。どうぞどうぞ、細井さん大きい方食べてください。いやいやいや、いいんすか。大きい方もちろん食べて、ありがとうございます。じゃあタラバガニ大きい方食べてください。いいんすか、大きい方いただいて。もちろん。結構細井さん、アユ食べるんですか。あ、食べます。なんかアユ釣りする人、食べない人も結構いるんですけど。そうなんですか。自分はキャッチ&イートです。食べずにもう販売っていう風に。そうですね、売ったり配ったりという人も結構多いです。じゃあまずアユからいただきましょうか。そうですね。すっげえ脂、めっちゃうまそう。いただきます。もう脂がね、滴っちゃってるんですよ。いただきます。うんまっ、ま、やっぱ甘くないですか、身が。めっちゃ甘い、うまっ。天然のアユってその皮の香りがつくって言いますよね。そうですね。この皮めっちゃうまい。あの脂がうなぎぐらいこってりした脂が乗ってます。でもくどくないんですよ、天然なんで。めっちゃうまっ。いや美味しいですね。美味しい。うん、すみません、僕だけ飲んじゃいまして。いえいえ、キンキンに冷えた麦茶になります。ありがとうございます。乾杯しましょう。まあ、色は一緒なんでね。色は一緒ですもんね。乾杯。乾杯。うわうまっ。やっぱ熱いところで飲んだらうまいですよね。うまい。タラバガニ食べてみてください。はい、いただきます。どうぞどうぞ。カニはお好きですか。何でも好きです。あ、いいですね。カニとかエビとか大好物です。タラバ、これ身すごくないですか。パンパンですよね。すごいな、これすごい。うん、うまうまいですか。プリプリ、弾力がやばい。めっちゃうまいですよね。で、このアユ本当に美味しい。これわかりますかね、このお腹のこの油、この油がね、うまいんすよね。油うまいです。アユのこの腹わたがうまいんすよ。いただきます。うんまっ。これぐらい焼けたら赤の辛さもできますよ。お、酒が進んでしまうな。うん、そしたら伊藤、はい、食べたことあります。伊藤はないですね。あるんですよ、今日ちょっと持ってきます。本当ですか。あります。焼けてますね。よっ、おお、油めちゃくちゃ乗ってる。どうぞどうぞ。これが伊藤です。油の乗りが鮭っぽくて。いただきます。うんうん、うまっ。うまいですね。意外とでも淡白な感じですね。油はあるんだけど、油乗っとるのにさっぱりです。うん、さっぱりな油。また鮭とは違う。うん、ちょっとアユがうますぎるんですけど、はい、アユの味が多分濃すぎてちょっと衝撃でした。僕人生で食べたアユの中でダントツでナンバーワンです。本当にナンバーワンです。やっぱ鮮度もあるんですかね。鮮度もあるし、やっぱ支流、下の辺の本流の川より支流の方がやっぱ綺麗で味も美味しいんですね、やっぱり、はい、あ、内臓、これ多分白子ですかね。なんだろう、すっげえなんか白子みたいなパンパンに入ってるんですけど、これ何ですか。これ白子ですか。白子ですね。これ白子がめちゃくちゃうまい、はい、
全く臭みがなくて苦味が本当最高甘くてっていうところの鮎は去年全国の鮎の味比べみたいな大会で準グランプリを取ったんですけど、鮎よりもこっちの鮎がうまいっていう人がいるぐらい、ここの川のマジっすか。本当です。もうじゃあもう本当日本一じゃないかって言われてる感じですね。だったらそこと比べても遜色ない味です。いや本当にめちゃくちゃうまいんですよ。惜しくも逃がしちゃったんですけど、はい、今ちょっとまあ時期的に外れちゃってるんですよね。そうです ね、時期的にね、もうちょっとこんだけ渇水続いて、気温もずっと高いので、もっといい条件の時だったら金子さん10匹20匹多分釣れます。あ、時間7月ぐらいですか。やっぱりそうですね、後半中旬ぐらいですかね。でもやっぱりこう7月中旬はちょっと小さいですか。そんなことないですか。このぐらい釣れたりします。7月後半でも結構これぐらいの小さいです。マジか。じゃあ皆さん来年ちょっとご期待ください。もう絶対来年釣りますんで。もう分かりました。いや今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました、はい、というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。